このゲームは、どの親の組み合わせで生まれた子供かを当てるゲーム。母親要素しか受け継いでないだろ。いやいや、メガネは単発の人から受け継いでますよ。メガネの遺伝子なんだよ。次は、ゾンビ人魚の親。これは簡単だぜ。フード付きドラキュラの子供、父親要素は髪型だけだな。これも簡単でした。なんだこれ？同じ顔になった瞬間ストップ。もはや親当ての要素なくなってんじゃねえか。続いて、迷路。なんなんだよこのゲーム。一本道なので、全く迷わずにゴールできますね。迷わない迷路は迷路じゃないだろ。そしてまた、親当て。これは両親の要素を半々に受け継いでるぜ。シルエットを当てるみたいですね。丸っこいぜ。こいつだー。ファンタジーツリー。子供は上半身と下半身で分かれてますね。そのまんまだな。次の子供は、なんだこりゃー。ロケットとチーターの子供だったぜ。ここはしっかり人間と人間、メガネを受け継いでるぜ。メガネの遺伝子は強烈ですからね。緑を左、ハゲを右。何このスワイプ？ハゲばっかじゃねえか。レベルが上がるとキャラが増えてきました。青い髪と紫の顔。手がある人は二人いました。今度は覚えるみたいだぜ。左から顔の色が、赤、青、緑、三人なら問題ないぜ。ゆるく動くだけでした。緑をそのまま上に持ち上げて、他はクロス。この二人恋人同士みたいだぜ。赤い棒に当たらないように、くっつけていきましょう。レベル24、5人もいるぜ。母親は、わかりやすい。父親からは顔の色を受け継いでるぜ。お次は、部屋に家具を置きましょう。どう見ても余裕ある部屋だな。接触したらダメみたいですが、端の方に置いていけば、問題なくすべて入ります。男、ステッキ、ウサギ。合体してマジシャンのハット、わからなすぎるぜ。男とステッキ？違ったー。ならウサギとステッキ？合ってました。わけわかんねえよ。